さやっていきましょうか。バイオハザード4は、まあ、せっかくね、ラストパート開いていただいてますんで、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押してから最後まで動画をご視聴いただけたら幸いでございます。ということで、まあ、プロフェッショナルをクリアして、無限武器を手に入れた、この最強武器を手に入れたレオンを操って、これまで苦しめられてきた敵をぶっ倒していくというパートだったんですけれども、まあ、いよいよ最終回を迎えたということで、まあ、主役の根源であるサドラーをこの武器でね、ケチョンケチョンにしてやろうと、何発ぶち込んでやろうかなっていうパートなんですけれども、まあ、そんなところでね、で、まあ、一応終わったら、まだ時間があって、バイオ6をやろうかなとかって思ってたんですけど、まあ、バイオ6を、こうやってしまうと、この今、これを投稿する日数から逆算すると、まあ、レオン編だけをね、とりあえずやろうかなと思ってたんですけど、RE4 が始まるから、と思ってたんですけど、ちょっとね、全部やりきるのに、パート多分足りねえなと思っちゃったんで、まあ、何かしらこう、バイオ4をするのか、まあ別の何かをするのかっていうので、ちょっと埋めていこうかなっていうふうに考えてます。はい。ということで、とりあえず、何をしようかというと、次回決めているのは、とりあえずね、まあなんかいろんな武器を使って、サドラーを倒そうかい。っていうのをやろうかなと思ってますんで、まあ、そのいろんな武器を、まあ、弾はもうないんだけど、とりあえず何か武器を買って、で、しこ玉改造しまくるって、で、それを使って、まあ、ボスをちょっとずつちょっとずつ、まあ、いじめ倒していこうかっていう感じなので、まあ、その資金調達ね、そのためにあの宝物を全部こう売らずになんか貯めてたんでね。ということで、210万円ということですね、貯まっていますというところですね。じゃあちょっと一旦セーブします。帰ってきました。ということですね。はい。うん。今セーブしたのって思われたかもしれないですけど、セーブしました。はい。で、要は、今からこれを、データをクリアするけど、このデータが終わった後に、まあ、このデータを使ってですね、このデータ、このデータばっかり、まあ、とりあえず、この一貫したデータを使って、さっき売ったお金を使ってですね、次回パート以降で武器を調達して、で、サドラーを、まあ、ケチョンケチョンにいじめていくという、そんな感じでね、遊んでいこうかなというところですね。はい。それを通されているビジョン、下から覗き込もうと思ったが、そうはさせん、わしのものだ、この黒いパンティーはな。ほっほっほ。さあ、お前はもう一度苦しむが良いわ。ん？なんかしたか？うん、乳首がちょっと痒いだけだぞ。うん？なんだと？乳首が痒い。そんなところに生体を埋めた覚えはないぞ。さあ、ナイフで切り落としていって、チャイナドレスが落ちていくと、大丈夫かって。まだ先っちょだけよ。そうか、乳首に寄生体を埋め込んだか。わしはな、どこに寄生体を埋め込んでいるのかというとな、口の中なんじゃ。おかげで口内炎が後を絶たなくて大変なんじゃ。ケネディ君、君は気に入った。ぜひともわしの歯科医としてプラトニックを埋め込んでもらおうじゃねえか。こいつは口臭が臭そうだ。こんなやつ銀歯にしてやる。うえさあ、ラスボスだもんな。超強そうだよな。この武器でどうやって倒せるんだろうな。大変そうだよな。目がいっぱい生えてるよな。後ろで編集さんが一言、気持ち悪いって言ってる。さあ、勝負だ。まずは一発目。終わり。終わり。ドクドク言ってる。虚しい。ほんと虚しいよな、こいつな。なんならもう、ね、ルイス、この武器、改造したん、って改造してかって、作ったんだったら、初めから自分が持っておけばよかったんじゃねってなんだよな。自分が持っておけば、ね、もう、一切倒されることなく、お疲れ様でしたって言ってね、ね、これをお前に使うぞって言って、脅すことができたのにね。いやー、実に、こう、やり方を間違えてしまったようですね。まあ、代わりにフライングダイナソーをね、人生をかけたフライングダイナソーをすることができたから、まあ、ある意味本望なのかもしれないけど。はい。ということで、まあ、実はこんなオチだったってね、まあ、多くの方がご存知だったかもしれないですけど、まあ、実はね、この武器は、ガナードを倒す以上に、サドラに有効活用できるという最強武器、実は本当に最強武器だったっていうオチですね。じゃあね、バイバイ。見えてるよ。黒いね。うん。黒い。Very cute. ちなみに皆さんは、レオン S. ケネディのことを好き急に何のクエスチョンって思うかもしれないけど、どのレオンが好きなのかなと思って、その、
初代バイオはバイオ2でしょ、それから RE2 で4、6かな。あとはあの細かいところで言ったらアンブレラクロニクルじゃないよなんだっけ、あのあオペレーションラクーンシティに出てくるやつとかね。オペレーションラクーンシティに出てくるクレアとかジルとかなんかすごい超美人だよね、まあ、僕はもうジルに関してはバイオ1のリメイク一択なんですけど、そうで最初はねバイオ4がやっぱりかっこいいのかなと思ってたんですけど、ちょっと待ってね、ご褒美タイム、あー遠いな、もういいや、まあ、どうせ後でジェットスキーで降りた時に、ね、あのご褒美あげるからさ。バイオ4のレオンがやっぱりなんだかんだかっこいいのかなと思ったけど、やっぱ36歳のレオンの渋みをたまらんなと思って、36歳っていつだよって話なんだけど、あの バイオ6に出てくるレオンね。が、やっぱりなんかなんだかんだで一番渋みがあるかなっていう感じがするんですよね。まあ皆さんどのレオンが好きなのかってぜひコメント欄の中に書いてもらえたら嬉しいかなと思いますけど、はい。ところですね。ということで、ここのね、ジェットスキーが未だにその、何こう、飛ぶ瞬間に縦回転とか横回転とかできるような仕様になってるんですけど、どのボタンを押しながら行ったらできるのかっていうのがね、分かってないんだよな。キーボード操作だとどれなんだろう、なんかきっと気になるから、今度調べてやってみようかな。まあもうすぐ終わりが近いということで加速していきます。しかしまあこれ、アシュリーのスカート全然めくれないよね。よっぽど、力強くかあの座ってんだろうね。普通このスピードで行ったらね、もうめくれ上がって叱るべきっていうくらいなんだけど、うい、ジャンプ。ねえ。いやー、どうせならそのめくれ上がってね、白いのが見えたら面白かったりするんだけど、まあ、もうちょっとね、海に飛び込んだ瞬間にね、海から引き上げるタイミングで、まあ、ちゃんと見えるものは見えますから、そこまでちょっと皆さん我慢。はい。じゃあね、まあ、無事スクリアすることができました。ぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタンでおめでとうって、おめでとうのグッドボタンとね、チャンネル登録ボタンを押していただけたら嬉しいですね。はい。ということで、引き上げる際の最後の皆さんへのご褒美パンチだ。3、2、1。ちょっと早かった。はい、見えた。はい。もうバイオ4ってこのためにやってんだって言っても過言じゃないですからね。いやミッションコンプリートっすよ本当に。いやまあこれに関しては大変じゃなかったけどね、なんだかんだやっぱプロフェッショナルをクリアするっていうのが何週も遊んだゲームだったとはいえね、うん、やっぱり大変なことには変わりないっすよ。まあ大変だったけどな、割には玉すごい余らしてたけどねいやあれね、やっぱバイオ1とかバイオ2とかと違って、弾の残し方っていうのは結構難しいんですよね。どうしたらいいんだろうなっていうのはすごくいつも思いますよ。うん、だから4、5、6あたりから、弾砲は、まあ、前半は弾は結構カツカツだけど、後半になっていくにつれて、いろんな武器が手に入ったりとか、まあ、弾がね、まあ、武器が強くなってくる分、やっぱ弾が余り始めてくるっていうのがあるんで、そういうのはあるけど、まあ、とはいえね、うん、まあ、だから小島店員さんなんかのさ動画見てたら、小島店員とかあとオットジャ、小島店員さんとかオットジャさんとかの実況動画なんかを見たりすると、本当にあの気持ちいいよね。弾ジャブジャブ使ってさ、最後の方はそれでも余裕をちょっと持たしたね、うん、マネジメントができてるから、あんなんすごく上手だし、見てる方としては気持ちいいよなっていつも思いながら見てますけど、はい。ということでね、まあ今更になりましたが、本当に動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。無事ね、無限武器を使ってサドラぶちのめす作戦クリアすることができましたというところでございますね。ということで、でまあさっきもこの動画の冒頭でちらっとお話をしたんですけど、次回パートから、まあ、ちょっと3月24日のRE4 の発売までに関して、まあ、ちょっと何をするかっていうのはまだ決めかねてるんですけど、まあ、ちょっと単発動画をしばらくバイオ系で上げていくことになるのかなっていうところですね。うん、不穏な空気が漂ってるぞ、うん、で、それ、バイオ RE4 が終わったら、じゃあさらにその、2004年の作品、2004年の事件だか、2013年だか、9年後のレオンを描いたバイオ6っていうのをまたちょっと振り返りプレイをしていこうかなというところを今のところ予定してます。ただバイオ6の、ごめんなさいね、このタイミングなんで、もうちょっと次回の予約をしておこうと思って、実は6のね、チャプター1だけ取っちゃったんですよね。それが、
やっぱあのバイオって1チャプターだいたい1時間か1時間半くらいになるんで、まあ皆さんご存知のように僕の動画って長くても20分くらいに収めるようにしてるから、あのねちょっとチャプター1ですでにもう5本上がる予定になってます。はい、すいません、ちょっとあのかなり大きなフライングをしてるんですけど、だからあの時系列がちょっとね、あの RE4 発売記念ということでやっていこうと思いますみたいなこと言ったりとかしちゃってるんで、あれなんかこれあの時期がアベコベだぞって、多分ね4月のどっかになると思う。バイオ RE4 のボリュームがどのくらいになるかわかんないし、まあそのエクストラゲームとかでももしかしたらしっかりと遊ぶかもしれないんで、まあ、ちょっとどのくらいになるかわかんないですけど、まあちょっとそのあたりだけ時系列があべこべになっているのだけはちょっと勘弁いただけたら嬉しいでございます。はい、その後まあ何するかってことなんですけど、まあスチームでできるね、まだやったことのないバイオ系をやっていこうかなと思ってて、やっぱりいろんなゲームね、あのその実況というかその YouTube として上げているバイオは、ゲームはバイオしかやってないんですけど、基本的にはその他にもね、いろいろとゲームやってて、なんか Steam で、いや、これやったら面白いのかなと思うものとかも、まあ、今後もね、やってあげていくことができたらなっていうふうには思ってます。なんかね、ブルーホースって名前を名乗っておきながらも、完全にバイオハザード専門チャンネルみたいになっちゃってるけど、まあ、それはそれでいいのかなと思うけどね。一旦あれかな、チャンネルの動画名とか、バイオハザードコロンブルーホースくらいになんか変えてみようか。それでそれ目当てに来てくれる方々が増えればたくさん、嬉しいなっていうところなんですけどね。うん。ディレクター、新次三上。まあ、三上新次さんね、ほんと有名な方っすよね。はい。ということでね、最後に、レオンがあっけなくも振られ、虚しくなってしまうというシーンをお見せして終わりにしたいかなというふうに思いますね。はい。ナンパとかしたことないからな。まあその中学生くらいの時にさ、クラスの女の子とかにメールアドレスを教えてもらうとか、そのくらいはしたことあるけどさ、それをきっかけになんかしっぽりみたいなこととかって別にないからね。まあ中学生でそんなこと、そんな展開になっていくことなんかまずないか。ある人あるんだろうけどね。だから初体験が中学生とかって どうやってそういうさ、男なんかも盛りがついてくからさ、小学生くらいの頃からさ、そんなことばっかりしか考えてないと思うけどねえ。中学生の女の子でそこまで行くってなんかだいぶおませさんだなって思ったりしますけどね。まあ別にいいんだけどさ、うん、それは僕の偏見でしかないと思うからね。そういうことに関しては興味を持つのは早くは早くと思うから。ということでね、なんかちょっとなぜか一回死んじゃってるっていうのは、まあそれはお気になさらずにということでね。はい、ということでね、本当に最後まで動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。まあ次回は まだバイオ4ちょっと続くかと思うんですけれども、まあ RE4をやるまでいろんなゲームをまたやっていこうというふうに思いますんで、ぜひね、まあ、動画をご覧いただけたら幸いでございます。ということで本日も動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して明日以降またお楽しみください。では次回お会いしましょう。バイバイ。